いやだからちょっとお手本見せてほしい、ね、こうやってするだけなんですよ。こうやってないない、すごい なんですかね。深田さんはやんなくていいですよルイ君の役をやってみたいですへ、覚醒するとこう自由演技のダンスみたいな、そこでシャバダバダダーみたいな花の出生の秘密があったりとか、自分が母としてあんちゃんに対して思う気持ちだったりとか、家族愛っていうのが大変多く描かれていますね。あの台本を見ていても想像もしないようなシーンが結構あって、その驚きはありましたね。魔女さんに、悦子さんに、あの何ですか海外に来てまで捕まっちゃうなって言われて落ち込む時のリアクションそこはやっぱ注目していただきたいですね。ルイのカンナちゃんにすごい寄られるところはやっぱ素のルイが出てたなって、うん、素な感じがした、うん、やっぱその素のルイの感じがしました、ね、なんか僕は女の子に寄られた時の感じの勢いさが嬉しさが出てました。やっぱり、うん、渡るとしても、うん、ルイとしても、でもかっこよかったですよね。かっこよかった、はい、あの三雲、あの橋本環奈さん演じる三雲から寄られるのがかっこいい。あ、いえ、あの渡るのネタバレになっちゃうけど、こう、うん、俺が守るみたいな、あ、今までになかった、確かに、うん、ちょっとしっかりしたね、うん、ありがとうございますドラマでも結構テンション高めな感じだったんですけど、まあ、あの映画版ではさらにそれがあのテンション高くなってて、すいません、毒舌も増えておりまして、うん、皆さんにご迷惑をおかけしてますけど、はい、本当そう、ルイ君と神田ちゃんのシーン本当に見てなかったし、うん、本当見てこうドキドキしちゃう感じで、まあ、ルイ君も素敵ですけど、神田ちゃんがすごい可愛くて、うん、ねえ、そうドキドキしちゃいました。橋本さんはやっぱあのシーンを演じるにあたってはやっぱすごい研究をしてて、やっぱ提示したものがあ違ったかっていうふうな感じで、結構そのまあ小沢さんの元とか結構インスピレーションは、あ、悦子さんを持って、はい、あ、確かに、その悦子化するみたいなシーンですよね。そうそうそう、全部ね、それはね、まあ、いろんなシーンがあるんですけど、強いて言えばその最後にあの、まあ、あの渡部敦郎さんが演じるそのタケルが、まあ、今回その宿敵のジョーカーに対しての向けていたあの言葉がやっぱすごい伝わってきて、やっぱすごい、まあ、今回のテーマはやっぱ家族っていうのが本当にキーワードなんで、本当に家族を大切に持っているシーンとか含めて、どういうふうに感じ自分の家族を持っているのかっていうのをすごい描かれていたので、あそこの、まあ、やっぱ渡部さんの芝居は毎回グッと掴まれて、あそこはいいなって思いましたね。あとやっぱ推しのキャラは、まあ、間違いなく、まあ、小沢真珠さんのやっぱ悦子さん、やっぱの悦子の言う言葉がものすごくキレキレで、もう毎回的中のことを言ってて、多分一番やっぱ笑ったのはやっぱ、まあ、真珠さんの悦子でしたね。本当にセリフですからね、普段は言わないんで普段は言わないですけど、やっぱそのいや普段の小沢さんは言わないですけど、やっぱそういう何でしょう、言葉のキレとか含めてやっぱ、ね、ちゃんとピンポイントな的確なパワーワードを連発するのはやっぱもう本当にこの映画のなんだろう、やっぱスパイスの一つだと僕は思ってます。みんななんとなく立ち位置が決まってるんですよね、うん、こうみんなで歩いていくとこだったりとか、うん、みんなで部屋で話す時だったり、もう定位置があるというか、それが自然にパッと最初のリハーサルの時で決まるのが、ずっと一緒に撮影させていただいてるからなのかなと思いました。あるあるなんですかね、なんかすごいテンポで撮ってるなっていう感じはしますよね、はい、みんなは本当に早い、どの部署も結構その映画版のスタッフさんは、まあシーズン、ドラマのシーズン1、2と続いてほとんどのスタッフさんが入ってくださってたから、うん、もうやっぱ撮影のテンポとかどういうふうにやっていけばスムーズにいくか、やっぱスタッフさんたちもすごい分かってたから、やっぱそのなんだろう、結構撮影も
いい感じに進んでいったから僕らも集中して芝居は常にできていったっていうのはありがたい環境ではありましたね、ルイ君の役をやってみたいです、で覚醒するとこう自由演技のダンスみたいな、そこでシャバダバラダーみたいな音楽がかかってあのシーンが結構好きなんで、ちょっとやってみたいなって思いました、見たい。いや僕エルの一族に入りたいです。あのスーツ着たいですね。着たかった、あの泥棒スーツを。変身部分から見たいですよね。引き出しを開けてこうモヤモヤしながらこうやってここ上げるところから、スーツ着て仮面つけてみんなと一緒に踊って、でも初めてあの映画劇場版であの、変身した後にみんなで踊った、あそこ初めて参加して本当に嬉しかった。すごいなって、キレがもうめっちゃ楽しかった、ね、すごかったもん。あのもっと踊ったんですよあそこ、カットされてました一人一人すごいね、確かに、みんなカットされてそう、あそこ楽しかったですね、びっくりした。私三雲麗さんやってみたいですね。すごいかっこよかったんで。かっこよかったね、もうその超えちゃうっていうか、こうおかしくなっちゃうみたいなところの、なんかこう見ててもすごいと思ったんで。僕はあれですね、炎上寺さんを見たいなと思って、やっぱその本当にもう出るだけで何でしょう、全てを持っていってしまう、まあ、存在感ともうインパクトがあるようなキャラクターで、もう結構劇中のみんなからも今歌わなくてよくないっていう風な感じでも言われつつも、やっぱり自分の歌って踊る泥棒としての美学を突き通している感じもすごいかっこいいなというふうに思ってて、なおかつやっぱその大貫さんの身体能力がものすごく高くて、それがやっぱまあ全シリーズ今回もそうなんですけど、やっぱもうフルに味わえたので、やっぱまあ大貫さんが本当、まあ炎上寺さんが僕の中でも一番の推しキャラの一人なんで、やりたいなというふうに思いましたね。これはですかね、 1,2 とかドラマ版も含め、あの映画版も含めて、カズくんおかえり。これがやっと花が幸せに向かって走り出した部分だったので、パート2でそのセリフは、パート1でもあったかな、でもそれがすごくまた新たな幕開けだったので、ほっとする言葉ですね。いいんだ、もう慣れたから。はい、なんだっけ、これです。どういう時だっけそう、なんか今まで本当にいろんなことがあって、まあ、まず泥棒と警察でっていうところから、もう慣れたからって言えるって彼の成長でもあるし、なんかいろんなものをこう受け入れたんだなっていう、なんか幸せの言葉でもあるなっていうのを思いました、あなた？そこなんですね。何回言ったんでしょうね。え？あなたってね。本当にその渡部さんとのこう仲の良さを表現するのに一番出しやすいあなたっていう、もうすごい言ってたと思います。ドラマでも、何回言ったかっていう。何回言ったんだろう。うちの娘が渡部さんの役名あなたと思ってるみたいで、それぐらいなんか娘に。なるほど。今日の現場あなたいたとか言う。どう面白い。多分そうあなたって思ってる。大体でもワンパターンですよね。もうこう甘えるような、でも悲しい時もありますよ。あなたみたいなあったかな。ありました、ありました。本当ですか。悲しくなってた、結果的に、ね、いろんな多分喜怒哀楽ありました。そっか、エルの一族は俺が背負っていく、だからお前はお前の道を行け。これあのシーズン1のラストで、あの渡るが
あの縁の一族みんなと一緒にその最後の敵たちと戦う時に花に対して言ったセリフなんですけど、その時渡るとしてもやっぱり自分はエルの一族を背負っていけるような自信がないというふうに思って、それを全て、まあ、花に押し付けてしまったことによって、うん、花が自分の幸せをいや自分の人生をちゃんと生きれなかったことをすごい悩んでたんですけれど、最後の最後に勇気を振り絞ってその悪党たちから花を守って兄らしくお通しするシーンが、まあ結構渡るも普段そんな、まあ、喋ることがないので劇中で、でもそれがもうほとんど初めてに近いような感じの自分の肉声を出した芝居のシーンでもあったので、そこはすごい自分の中でも何だろう大切なシーンではあります。いやないっすよ何にもないですよ。いや全く特技ですか、うん、特技、いやでもそんなにみんなできないですかっていう感じです逆に。いやあそこまで本当完璧な白目はルイか、じゃあこっち見てだいぶ不細工だな。そういや、うん、いやだからちょっとお手本見せてほしい、うん、なんかいや普通にこうやってするだけなんですよ。こうやってすごい。なんですかね、深田さんはやんなくていいですよ。そうだからそう、どんぐりさんもできないから、うん、できないだからどういう訓練をしてたんだろうな。全く何もやってないですけど、できたんじゃないですか多分。そんな意識したことはないです、白目をできるかできないかみたいな。あとキープしてなきゃいけない時が本当に目つむってんのか開いてんのか分かんなくなるんです、ずっとやってると。それはちょっとしんどい時ありましたけど。私は瀬戸さんの絶対に決めるところですね。絶対失敗もしないし、アクションも一発で決めるし、あとね、あの外国人のエキストラの方とのアドリブもなんかするって感じで。それいじってますよね。藤岡弘さんの圧倒的な余裕感。藤岡弘さんやっぱ周りだけちょっと時がゆっくり流れてる気がするんです。見ててもそうだし、アクション練習で一緒になった時も僕はすごい焦りながらとかドキドキしながらやるんですけど、藤岡さんもこういう感じのイメージですすごいなと思って、その圧倒的な余裕感。まあもちろん京子ちゃんの全てが可愛いし盗みたいですけど無理なんで、京子ちゃんがいつも現場で履いてるピンクの可愛いサンダル本当に盗めるじゃん。いや本当に可愛くてそんなお渡ししますね。そういうことじゃない、そういうことじゃない。いやでも映画でもつい最近もう履いてたんですよ京子ちゃん。スリッパもパート1パート2でなるほど、はい、同じものを、うん、はい、でも全く同じものだったんで、あまたあの子だと思って、うん、マロアカジさんの出た時の無敵感が盗みたいなというふうに思いましたよ。ルノさんが演じる岩尾も、まあ、今回映画でも大活躍なんですけど、やっぱ出た時の安心感がやっぱ本当にそれがすごい半端ないね。それはもちろんやっぱ、まあ、芝居だけでは出せないような空気感や、うん、いや存在感があるから、僕もなんだろう、ああいう出たらおーって風に周りでさえびっくりさせるようなのオーラを欲しいなって風に思いましたね。やれますよ。ない全然ない。ありがとうございます。頑張ります。それに近づけるように頑張ります。今回の劇場版ルパンの娘はさらにスケールアップした物語となっております。家族愛あり、そして笑って泣けるシーンがあったり、皆さんを驚かせるようなシーンの連続です。お子さんから大人の方まで絶対に楽しんでいただけると思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。劇場版ルパンの娘見てね。伝説の泥棒一家エルの一族の娘として生まれた花、夫は警察官、舞台はついに海外へ。愛の不時着。泥棒ワールドカップ。
これが俺たちエルの一族が盗む最後のお宝だ。今まで一度も家族旅行したことなかっただろう。泥棒は慰安旅行やな。睨まなくていいから。チャップチャップシマヒョ、いきなりそういうの無理。変態じゃない。エルの呼吸室の方急に疼いてきちゃった。行かなくていい。その薄汚い手を離しな。エルの一族の秘密。ミクモレイ、俺の妹だ。父さんの妹は。ミクモレイは死んだって。ショータイムの始まりだ。やはり生きてたんだな、レイ。優勝したよ。噛むかい。噛まない。全てを終わらす時が来たんだ。私は泥棒一家の娘、その運命を受け入れ生きていく。助けて。家族の思い出も消えてなくなる。君は誰。泥棒である前にお前たちは家族。家族の命だけは助けてやってくれ。頼む。誰か助けてください。私の愛する者たちを傷つけたら許さないよ。ルパンの娘、あんたが犯した罪悔い改めな。